皆さん、こんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。私どもではここのところ、大変ウィリアム・モリスの壁紙、生地がとても人気です。まあ、ウィリアム・モリスは世界中の人に愛されていますが、特に日本で大変人気があります。当社でも25年ほど、このウィリアム・モリスのデザインを販売させていただいています。今回もこの地元のお客様から、このソファーは1年ほど前に張り替えをさせていただきましたが、ウィリアム・モリスのピンパーネル、ルリ箱でになっています。もともとは1876年にウィリアム・モリスの壁紙で、まあ、デザインが発表されています。今回、このお部屋のリフォーム、カーペットの張り替えから、そして壁紙の張り替えをさせていただきました。壁紙の方は、先ほどのソファーのピンパネルに合わせて、ちょっと現代感覚のあるピュアピンパネルの壁紙を貼らせていただいています。モリスが現在生きていたら、こんなデザインをするのではないかとのコンセプトのもとに作られたこのピュアピンパネル。左右対称に指箱根が渦巻いた形で描かれています。まあ、もともとのモリスのデザイン、壁紙のデザインですが、大変にモリス自身が好んで使っていました。その好んで使っていた壁紙は、モリスの、まあ、別荘であります、ケルム・スコット・ハウスのダイニングのお部屋の壁紙にも使われています。いかがでしょう。大変素敵なモリスのソファーの張り替え、そして壁紙のアクセントウォール。今回カーペットは、控えめなベージュ系のウールのカーペットで施工させていただきました。どうぞインテリアに対するご相談は気軽に私どもベストインテリアにお声掛けください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。